コートをそろそろ来ましたが、俺ねそこのマンションに住んどんだけども、あの入るときにね、これ多分億万長者になるんじゃないかなと思ったらな、だいたい確定しました。なぜかというとね、本のね、本を5万文字書いたんですわ。皆さん、中学生ホームレスって知っとるでしょ？知っとるでしょ？ほいで、それをね、俺、大和川ホームレスっていうのをね、5万文字で書き上げたんですわ。5万文字いうことはすごいことなんですわ。5万文字いうことは、5万文字ね、1000ページとして、50ページか。それ書き上げたんですよ。生活保護を受けて、そこそこに住むの、11年目。ほいでね、一人ね、かわいこちゃん、ここに住ましますわ。ここに。俺は住まない、ここは。もうそこにおる。そういうことで、いつもこれ、ドスンと倒れてきたら大変だな。人生は大変ね。俺もよう生き抜いてきたわ。ほいでね、一回切る。長かったらね、これ、録画するの大変だから。